私たちパブリックサービスと松本大学主催のもと、長野県飯田市にある遠山郷地区の小学校5、6年生を対象に VR ジオ学習会を実施しました。会場は遠山郷上村地区にある旧土地の木木工センター、飯田美術博物館研究員の坂本先生と一緒に約1時間の環境学習授業を計画しました。遠山郷の豊かな自然をより知ってもらうために、3面スクリーンと VR ゴーグルを取り入れたバーチャル学習を令和5年9月10日に実施。学校とは違う授業スタイルではあったものの、積極的に参加してくれました。男性が持っているこのハコスコという道具を通して見ることで、360度全方位の画像をさまざまな角度で見ることが可能です。疑似体験が手軽にできるため、現地への移動時間の短縮、周囲の安全性の確保などの効果が期待できます。今回の授業テーマは流水の働き。課題としてこの動画内にもある赤色チャートなどの石たちが水の流れによってどのような形へ変化していくのかを学んでもらいます。では疑似体験を通して子どもたちに探索をしてもらいましょう。はい、じゃあここからちょっとマーミンを出したいと思います。で、大人の方もぜひ、いろんな体勢の角度から仮設していますね。安全な施設内での探索ですので、自由な学習スタイルで取り組むことができます。子どもたちも非常に楽しそうです。また学習の最後には、遠山郷で多発する自然災害についても学びました。山や川の地形変化のサイクルを知ってもらい、防災の意識を高めることもできました。本学習のまとめもしっかり書いてくれた子どもたち、子どもたちにとっても私たち大人にとっても貴重ないい機会になったと感じています。この地で育つ子どもたちのためにできることを今後も続けていきたいと思います。この VR ジオ学習会を実施するまでに、我々3と館、それから学の3者共同で準備を進めてきました。多くの関係者のおかげでこのような活動を実施できたこと、大変嬉しく感じています。私たちパブリックサービスでは、ドローン講習会開催や流域治水オフィシャルサポーターなど、積極的に社会に貢献できる活動へ取り組んでいます。社会がより発展していくために、これからも地域に根ざした活動を行っていきます。ぜひ遠山郷へもお越しください。ありがとうございました。